この町があのキャプチャーに書かれていた突如襲われる町ですの？ここどこかで見たことがある。アナザーが話のできる方でしたらやりやすいのですけど。おい君たち、モンスター？違う違う、僕は兵士さ。そんなことより巷で噂の鮮血の吸血猫姫と猫を率いる侵略者がついにこの町に来てしまったんだ。おそらくこの町で狙われるのはこのピーノ像。厳しい戦いになる。分かったら早く避難するんだ。私たちなら大丈夫ですわよ。すごく頼りにしているの。本当か？正直人手が足りていなくてな。借りるなら猫の手を借りるべき。ええ、いいですわよ。クリスナーマリオネッターズの皆様方、いかがお過ごしかしら。あれはまさか。バカな、早すぎる。まだ準備ができていないんだぞ。ブラッティキャットプリンセスである私のスピードを舐めてもらっては困りますわね。ブラッティキャットプリンセスって何？知らないですわ。行きなさい、我がしもべたち。あれがデスワ姫アナザー。あんなの私じゃありませんわ。すまない、少しの時間ここを守ってくれ。この像を壊させるわけにはいかない。大丈夫、像の前にモンスターを入れたらおしまいですわ。数が多くてもこちらに引きつけてしまえば。猫、かわいいよ。バステト、何か言いました？私じゃない。さあ、猫をあがめる時間だよ。ほら、早く、あがめて。来ましたわね、カオスミショナリー。でも、この世界に猫はいない。だから猫みたいな子で代用した。にゃん、どうですの、目立ってます。つかみは上々。猫かわいいし強いよ。もう好きになるしかないよね。ダメなら無理やりにでも体と記憶に刻みつけてあげる。う、見てて恥ずかしい。私はそうは思わない。あれは私の思いが生んだもの。猫かわいいでしょ。うん、知ってる。でもこのやり方は間違ってる。かわいければ何をしても許されるの。それは違う。猫はこんなに素晴らしいのに分かってくれない方が悪いんだよ。そんなわからず屋は叩きのめして分からせてあげないとダメ。あなたも猫みたいな姿、あなたも私の愛玩動物になって、私と一緒に猫を布教しよう。気持ちは痛いほどわかるけど、やっぱり違う。好感度は日に日に急降下。これじゃダメ。言いましたけど、あれが私の思いから生まれたなんて信じられないですわ。次は私自慢のダークナイトラウンダーズを投入しますわ。震えて刻みつけなさい、この私の記憶を。何ですの、ダークナイトラウンダーズって。
ああもう今度はぐるぐる回ってはしたないですわ。こんな光景と屈辱一生忘れませんわよ。そう忘れない、それでいいんですのよ。そう、それでいい。あなたが暴れることで決して忘れられない存在になるの。猫もあなたも私たちがこの地に爪痕を残すことで、この町の住人から決して忘れることのできない存在になれる。猫もあなたも。なかなか手強い。どう？私は目立ってます？記憶に残ればそれでいいのですわ。それだけではダメ。徹底的に蹂躙して勝たないと、きっと忘れられちゃう。忘れることのできない存在になれる。なんとなくわかる。猫は大事。何よりも大切。昔の私はアナザーと同じだった。もしあの時私を止めてくれた人がいなかったら、現実世界で私がアナザーと同じ立場に立っていたかもしれない。バステと、あなた、あなたにも心当たりがあるはず。自分じゃないと逃げないで。イリスが言うように、多分アナザーの思いは私たちからできている。あなたはアナザーをどうするつもりですの？気持ちはわかるけど、間違っていることだから止める。私が止めないといけない。だってアナザーは自分の思いによって生まれた、もう一人の自分だから。おっほっほ、そろそろ私の出番ですわね。そこまで言われればさすがに察しがついてしまいますわ。変な名前を連呼するとか、恐怖で存在感をアピールするとか、認めたくはありませんが、私の中にそういう思いが全くないかと言われたら、確かに実際あの時の出来事がなければ、吸血鬼として畏怖される存在になるか悩んだままどうしていたか分かりませんし、私はブラッティキャットプリンセス。恐怖し恐れられることによって存在することができる。そう、それでいい。恐怖され忌み嫌われて化け物として恐れられる吸血鬼なんて今時流行りませんわよ。来るなら来なさいな。私が止めて差し上げますわ。そろそろ出撃するとしますわ。それはダメ。一旦引く。あの二人はともかく、中心にいる人間が手強い。ここは一旦引いて罠にかけるべき。罠！それもいいですわね。一生忘れられないような罠を仕掛けて差し上げますわ。罠を仕掛けると宣言してしまったら、それは罠とは言わないと思いますわ。それだけ自信があるのかも。おお、君たち、ようやく部隊編成が終わったんだ。よくここを守ってくれたね。これはチャンス。防衛は町の人に任せて、アナザーを追撃するべきですわね。私たちの力だけでは不十分。あなたの力を頼りにしてますわよ。